いというわけではないかもしれませんが、まずやっぱりみんな感じたのは、最低限自分で守れることはまあ自分でやらなきゃいけないかなということを感じたんじゃないかと思います。ですからまずみんなが挙げたのが防災グッズですね。でこの防災グッズっていうのは、まあ、非常に幅広いものがありますけども、一般的なもの、ものもありますし、それから自分の薬であるとか家族のおむつであるとか、それからまあペットに関したもの、まあ、それからトイレ、まあ、こういったことも踏まえてやっぱり自分で何かあった時に対処できるような環境を整えたいというのをみんな痛切に感じたようです。それから次に出てきたのがやっぱり隣近所とのコミュニケーションですね。まあ、情報が非常に重要だということなんですけれども、まあ、周りの人がどんな人か分かんないとやっぱりこれから怖いという話と、それから逆に自分がどういうことをしているのかっていうのを発信できるようにということで、その情報をどう扱うかというのがこれからの一つのポイントになるんじゃないかと思います。それからもう一つ、我々のところで感じてたのは今回ですね、非常に初めから本部みたいなものがありましたけれども、初めから本当にそのものあるのと、例えばこういうマーカーとか紙とかいろんな運営本部運営機能ってありますよね。それをできるような最低限の本部設営キットみたいなものを自分で用意しておいた方がいいんじゃないかと。だから政府に頼るんじゃなくて、とりあえず自分で自主的に最低限の運営ができる環境を作って考えておくべきじゃないかということを感じました。まあだいたいそんなところですかね。あと何か追加のある方は、ちょっと政府を喜ばせそうなちょっと内容になっちゃいましたけれども、逆にそれだけ信用してないってことかもしれませんけれども、これから自分たちで自助努力できるようにしたいとか思います。以上です。